チャンネルの大野愛です。本日もご視聴ありがとうございます。本日のテーマはですね、昨年2019年11月、私のお誕生日がそのあたりにあるので、お誕生日をきっかけに始めた趣味がございまして、何かと申しますと、ゴルフを始めたんですね。今までは運動はジムに通ったことはあったんですけど、スポーツっていうスポーツだとバスケが好きで、応援するっていうところが好きなんですけど、自分がやると上手じゃなくて足引っ張ってるところが気になって、そこまで趣味にはできなかったんですけど、バスケサークルにも行ったことはあるんですけど、あまり入れなかったので。バスケ大好きなんですけど、ジム以来のスポーツでゴルフを始めました。一度もクラブ握って振ったこともパターゴルフ大会ではあったんですけど、ゴルフはなかったので、ゴルフスクールに通うことに決めて、会社の近くのゴルフスクールを契約して、お仕事帰りに行ける日を見つけて行かせていただいてました。こう夜遅くに行ってましたね。回数も月2回にまとめてたんですけど、そこから半年間、11月からつい先日8月まで通ってました。半年コースだったんですけど、コロナもあったので途中お休みになってしまって、行けない期間もありつつ半年のコースを行き切りました。で、途中会社の移転があったのでコーチが変わったんですけど、まあ、本当に教え方はコーチによってこんなに違うんだなっていうほど、ゴルフって奥深いスポーツなんだな。今スクール行ってる方もいろんな先生を経験されると、またそれもね、いいのかなっていうような経験はたまたまさせていただいたんですけれども、どっちがいいとかそういうものではないんですけどね。最後はラウンドにコーチと一緒に行かせていただくっていうコースだったので、コースデビューまでさせていただいて、ゴルフのグッズは、全て貼りますね。こんなもの買いました。まずは形からってタイプじゃないので、もうラウンド決まってから買いました。私心配性なので自分でできるかなって思っていて、すごく運動音痴なのでどうしました。今現状半年間行ってみてどうなのかなと思う方いると思うんですけど、全然です。全然上手になりません。何が上手にならないのかっていうところは、振り返って考えると練習量が足りないところはすごく感じてますね。で、練習お家でやればいいんです。言い訳ですよね。練習量が足りないっていうところで、お家で素振りできるように100円均一でスポンジの刀、バドミントンのラケットも買ってきてるんです。自分の気持ちが足りないのでできてないです。本当に上手になりたいのが目標です。初ラウンド行った様子の、半年間スクール行ってあんまり練習しない人、こんな感じ動画と、夜中全部お仕事も終わって、いろいろ終わって、この間一人で夜2時までやってるゴルフ練習場がお家の近くにあるので、そこにいた時の映像も載せてみようと思います。これを上手になりたいなっていう気持ちは伝わります。
ありがとうございます、見てくださって。すごく格好が恥ずかしいんですけど、本格的に防備してきました。虫すごい苦手で、刺されるとずっと赤くなるタイプなので、こんな感じでたくさんコーチの動画見たり、あとプロの動画見て打ってみたんですけど、模索してますね。今回載せさせていただいたのは、こんなところからかはカウントもできるぐらい、最初のラウンドは数なんて数えられないぐらい、ずっとクラブを持って走りぶりばかりでできなかったので、カウントチェッカー時計タイプの持ってたんですけど、そんなレベルじゃないので、後ろの人に迷惑かけないかっていうところばかりだったの。はい、なのでいつかは数を数えられるところが目標なのと、数字も100目指せたらすごく嬉しいです。運動音痴なので、理想は高いのがいいですよね。有言実行なので、夢で高く設定しておかなかったら、もうそれより低い段階でしかならないと思って、まあ、今この活動もしてますし、世の中もそうかなって思ってるので、目標は高い方がいいので100切りたいです。無理感が強いんですけどね。今できる練習をコツコツしながら、夏で暑すぎてこの日も実は熱中症になってしまったんですけど、吐き気と頭痛が終わった瞬間すごくて、1時間半ぐらい立てなくなってしまって辛かったです。帰り道も自分で車で行ったので、運転も大変で、ボールは水分補給をしっかりしとって万全に備えるスポーツだなってまた勉強になりました。ということで、今回載せさせていただいたのは、ゴルフ好きな方ともつながりたいなって、 YouTube 登録していただきたいっていうところで、今後載せさせていただく機会があればいいなって思ってるので、なかなかラウンド機会も当面ないんですけど、コロナなので。今回のコネート映像の時も第一波が収まったタイミングだったんですね。私ずっとマスクしてラウンドしてたので、それも熱中症の原因になっちゃったのかなと思うんですけど、感染予防も大事ですし、ちょっと今が自粛期間かなと思うので、できる練習をまさまさと行って、いつかは100を切れるように目標です。高くね、新しいユニフォーム、今回全部真っ白にしたんですけど、上がアディダスゴルフで、下が F のブランドのユニフォームで行ったんですけど、次からのユニフォームも実はもう3つも買ってしまって、はい、なのでこの3つが切れて、また公開ができて、ファッションもすごく好きなタイプなので、オーノアイのファッションいいなって思っていただける方がいたら、それも嬉しいなって思います。またそのね、コーディテントも載せられる日を夢に見て、コロナにかからないようにディスタンスを取りながら細々と頑張ろうと思うので、まずお恥ずかしながら、こんなに下手くそな動画を載せさせていただいたんですけれども、上手だからっていうことじゃなくて、こんなに下手くそな人もいるんだよっていただけたんで、もう今頑張ります。じゃあこの動画ですいいなって思っていただけた方はグッドボタン、ちょっと見てやるかっていう方もグッドボタンをお願いします。ただのチャンネル登録も全然いないので、ぜひお願いいたします。 Twitter と Instagram も行っておりますので、そちらもぜひフォローのほどよろしくお願いします。では本日はですね、貴重なお時間をまたいただきまして、愛チャンネルの大野愛の動画をご覧くださいまして、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。バイバーイ。